皆さんこんにちは、バンダイナムコエンターテインメントでドラゴンボールファイターのプロデューサーをしておりますひろきです。皆様もうお気づきかもしれませんが、先日無料アップデートの方をさせていただきました。そこで新しい、モードが入りましたので、そちらのご紹介を今日はさせていただきたいと思います。今回のアップデートではパーティーバトルファイターズカップというモードが2つ入りました。ぜひですね、新しい遊びになっていると思いますので、皆様にご参加いただければと思っております。はい、それではまずパーティーバトルについてのご紹介をさせていただきます。パーティーバトルですが、その名前の通りオンライン上の3人1組で協力して強力な敵の軍団に挑んでいく期間限定のイベントです。挑む敵の討伐数が全世界共通となっておりますので、いかに多くのユーザーに参加してもらい、みんなで協力するのか重要な感じになっていきます。また最初のイベントは敵心フリーザというイベントになっていまして、何回もフリーザが出てきますので、どん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 楽しんでくださいね。まずこのイベントの最初の開催日ですが、5月18日を予定しております。ただですね、最初のイベントになりますので、まずはテストプレイという形で皆様に、多くの皆様に参加していただければと思っております。ぜひプレゼントご参加ください。